こんにちは。りなちゃん。はい。今日は筋トレを教えてもらいたいと思います。はい。筋トレですね。やってる？最近。いやもう全然なんかヨガとか、うん、そういうなんかほぐしとかしかやってなくてトレーニングってないです。でも偉い。ヨガとかさ、なんかそういう系の方が私は好きだけどね。普段はバリバリなんかあれですけどね、ムキムキ系ですよね、南さん。やっぱりね、育ちが、まあ、育ちが育ちだからね。そう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 、だからやっぱりそうだね、バッキバキに鍛えたくもなるよね、たまにはね。そうですよね。そうだからなんかちょっと家から出れないから、それ的なのをちょっと教えてもらおうと思って、うん、なるほど、やりましょう。今日はなんかまあ筋トレ、お家でできる、お家で簡単にできる筋トレっていうことなので、こう久しぶりにねメニューを考えてみました。はい、初めてですよね、みなみさんに教わるの。いや本当に、いや私もこういうのやったことなくて。嘘。そうそうなのよ、だからちょっと張り切ってメニュー。嬉しい、ありがとうございます。あれりなちゃん、ハチマキは、ハチマキ。ちょっと待って、ちょっと待って。そうだ、ハチマキ用意してないの、ハチマキ。待って、みなみさん、ハチマキあります？え、あるよ。嘘。ちょっと待って、ちょっと待って。しかも白にするか赤にするか。あったんですか？ウケる。待って、そうじゃん、話してた。そうだよ、ある。やっぱね、こういうのやる気大事だからね。待って、ある。ハンカチ。あ、ちょっと待って、これお化け、お化け。ちょっと待って、待って、お化けになっちゃう。全然うまくできない。あ、でもそんな細い方がいいですかね、これ。あ、確かに、もう細い方がいいんじゃない？細い方がいいですよね。まあでも太くてもいいと思う。待って、骨格が出ちゃうんですけど。そこがさ、え、こっちの方がいい。待って、これ三角がしまえないんですけど。三角しまって。これでいいか。これいいね、やっぱりこうハチマキすると気合が入るよ。しかも待って、これハンカチだから小さくて止まらないんですけど。嘘、届かない。届かない。これ後でしまいますね。まあそうだね、そうだね。いいですね、やっぱり。いいですか、じゃあメニューをね発表したいと思います。うんうん、最初に、うん、ベーシックな筋トレをやりたいなと思って、はい、まあ、私の初心に帰る意味も込めて、はい、本当に、ベーシックなんだけど、うん、腕立て、はい、腕立て。メニュー的には、うん、そう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 、腕立てと、うん、腹筋と、うん、背筋と、はい、あと抱え込みジャンプ、はい、あと倒立、壁倒立、はい、あとブリッジで、最後に素振り。素振り、はい。素振りって、それ何？素振り、なんか霊でも払ってるのかな。素振り、素振りね、あのよく見たことあるでしょ、木刀こうやってさ、あー、振るんだけど、面みたいな。そうそうそう、面みたいな。バカにしてない？バカにしてない。なんかそう、棒みたいなのあると嬉しいんだけど、クイックルワイパーね。クイックルワイパー、長さ的にいけるかな、あの物を破壊しない長さがいいんだけど。先を取れば、うん、これ取れば、うん、お、このぐらいです。あ、めちゃくちゃちょうどいい、めちゃくちゃちょうどいいじゃん。これでいいですか？あ、それでいいです。これでいい、いい、いい。この順番でやっていこうかなと思って、これね、フルコースですね。フルコース、はい、フルコース。これベーシックフルコース、はい、ベーシックフルコースです、はい、で、うん、回数がお家でできる簡単にっていうことなので、半分の回数にしようかなと思って。はいはい、元の半分の回数と、元の半分の回数にしようと思って、腕立て50回。だって半分で50ですか？はい、腕立て50回。でもその腕立ては結構なんかね、早い、下までこうやって下ろすんじゃなくって、すごい早いパッパッパみたいな、と、あの全身をこう固めて 1,2,3,4,5 ぐらいの速さで50、はい、
さあ今度腹筋なんだけど、腹筋も50回なんだけど、この腹筋がマジできつい、全身にくる腹筋なのね。でそれがちょっと今説明すると、普通の腹筋ってさ、だいたいこういうこれ、はいはいはい、これじゃない、うんうんうん、多分これ50だったら、うん、まあまあ普通にいけると思うんだよね。その腹筋できないんですよ。え、マジマジ、え、マジなんで起き上がれない。え、そう本当。あ、じゃあちょっとこれ逆にできるかもしれない。そうそうそう、何それ、わかんないけど、うん、私がやってる腹筋は、うんうん、ここから足をまず上げるのね。はい、で、下ろして抱え込んで、はい、また伸ばす、はい、そこまでが1回上げて、下ろして、引いて、戻す、はい、上げて、下ろして、引いて、戻す、はい、これが、そう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 、それ50回、これを50回はい、やりますね、はい、そしたら背筋、うん、背筋はもう普通の背筋、うんうんうん、縦とかになって、手で、あ、でも早く100回、はい、100回100回、背筋は100回なんですね。背筋は100回いこうか、うん、背筋あの唯一の休憩だから背筋は休憩なんですねそう、もうもはや休憩、背筋は他がきつすぎるから、背筋はもう、 あのそう100回必要なの、逆にね。わかりました。そう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 、で、やったらその後、抱え込みジャンプ、うん、はい、抱え込みジャンプはほんと普通に、うん、ここから、おお、はいはいはい、ここに抱え込んで、これ、はいはいはい、を15回、15回、はい、15回やって、その後倒立、壁倒立、はい、まあ30秒だから、30秒、はい、30秒だからまあいけるでしょ、はい、30秒やって、ここに来てのブリッジ30秒、これ超きつい普通のブリッジ、壁でやって、その後床でブリッジ、そう、ブリッジ、はい、はい、で、最後素振り50回、やばいですね。はい、量多くないですか。まあでもこれ、あの半数、半分だからジャックの方、そう、そう、フルでやってるんですね。そうです、そうです。毎日ですか。いや、今は全然やってない。今はあの全然やってない。私もほんと久しぶりにこのメニューをやるので、うんうん、うん、どれだけできるのかっていうのは。なるほど、そうなんだ。すごい日時はずっとやってるんですか、みんな。やってた。あ、そう、もう合宿とか最悪よこれ。うわ、見られないやついや本当にこれだからほんと倍だから、うわ、全部100っていう、そう、鬼です、感じな。そうなんです。じゃあ早速やりましょうか。はい、行きましょう。はい、お願いします。はい、腕立てよーい、いくよ。はい、あ、膝つくやつね。膝つかせてくださいいいよ、行きますよ。はい、せーの、10、11、
捨ててしまうと。そっか、それでか。そうだよね。そうですね。まだあるよ。ブリッジ30秒。あ、ブリッジ30秒。ブリッジ30あるよ。あ、くたくたの。ここに来てもブリッジマジできついから。え、いくよ。はい。よーい、スタート。
一回頭の後ろまで手を上げる。そう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 、そこまで、そう背中にこうつくぐらい、うん、そう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 、そっからこう頭を吸ってきて止める。あ、こう、そう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 、こう来て頭を吸ってきていいところでスッと返す。おお、じゃあこれ50回はい、いきます。はい、素振りよーい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。48、49、50。意外と来ません？そう、意外とね、そうなの、来るんですよ。そう、できましたね、1セット。なんかこれ、あの、わかんない、これできないですね、全然。え？全然、半分でもできないですよ。え、でもこれ、まだ1セット目だから、あと2セットあるんだけど。2セットあるんですか？全部で3セットだから。無理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 、絶対無理。え、じゃあこれ、あの、ジャックの正常の人は、うん、フル倍の回数で3セットやる。うん、そうです。すごい。そうです。いや、ですね。でも本当に、久しぶりにやったら、マジできつかった。みなみさんが全然、あの腹筋じゃない、これ。うん、これ腹筋？腕立てか。ね、うん、あのペースですごいですね、やっぱり。いや、でもね、あのペースじゃないとできない、逆に。こう、下まで下ろさない、この速さだから。いや、私、立った後に上がんなかったですもん、あのペースで。下がった後に上がらないし、あそこでなんか止められなくて、もうちょっと前やっちゃって、なんか、ダメだった。そうなんだね。ごめんなさい、なんか全然。求められてる筋トレを用意できなかった。いや、ちょっと本気すぎるって。本気すぎたね、これは。これです、それ。なるほどね、うん、じゃあやっぱりもうちょっと、うん、なんだろうな、体に優しいというか。そう、優しいやつ、入門。優しい、そうだ、そうだね。初心者向けだったりね、確かに。いや、私もこんな今頑張ってやったけど、普段はこれ全然今はやってなくて。いや、本当になんかね、最近その体のことを勉強し始めたんだけど、そう、なんかこういう筋トレは、うん、なんかできるだけ、うん、自分の体がこう整ってから、あ、先に整えてから、そう、整えて、本当にヨガとかピラティスとかで整えた後にやるべきことだったんだなっていうことをね、すごい知ったの。確かにそうですよね、骨とかね、きちんと正しく体が使えるようになってからみたいな。そう、なのでやっぱ痛めちゃったりとかするから。はいはい、そうなの、そうなの。だからそれをね、ちょっとやりましょうか、じゃあ。先に教えてください。すごい、やっぱり失敗から入らない、学んで。そうです、学んで。そうですね、うん、はい、そうですね。じゃあ次、優しいやつ、うん、優しいやつをやっていきましょう。お願いします。はい、ございました。